スパークエンタープライズシリーズは、スパーク VQ アーキテクチャのユニックスサーバシリーズである。サンマイクロシステムズと富士通が共同開発し、2007年に導入された。2004年6月1日にサンマイクロシステムズと富士通でソラリスとスパークを搭載したサーバの製品ラインを統合する発表を行い、サンのサンファイアと富士通のプライムパワーのそれぞれの後継として、 スパークエンタープライズの共通ブランドで各社から販売された。開発コード名は APL。2010年以降、新しいスパーク CMT プロセッサーを搭載したサーバがオラクルのスパーク T シリーズサーバーとしてブランド化され、スパークエンタープライズブランドは廃止された。富士通は2011年2月からスパーク T シリーズの T3 から1、T3 から2、T3 から4。 T4 から1、T4 から2、T4 から4について、スパークエンタープライズ、T シリーズのラインで販売を続けたが、2015年12月に、シリーズ全製品の販売終了した。富士通は2013年のスパーク M10 からブランドを、スパークセルバースに変更して、引き続きスパーク、M シリーズ、T シリーズの販売を継続した。 ミッドレンジおよびハイエンドのスパーク、64. 6 4 6スパーク6 4 7スパーク6 4 7プロセッサーベースのサーバーは M シリーズと呼ばれた。M はメインフレームクラスのマシンと同様の RAS 機能のことを意味している。M シリーズは最初のモデルが2007年4月から販売開始し、2013年9月にシリーズ全製品の販売終了した。 プロセッサの種類スパーク六十四シ6 4 6はデュアルコアプロセッサであり、各コアは双方向垂直マルチスレッドを備えている。最大数のプロセッサで構成された M9000 サーバ二は256の同時スレッドの実行をサポートした。VMT はキメが荒いマルチスレッド実装である。スパーク六十四シ6 4 6の各コアは2つのストランドまたはスレッドを処理できる。 VMT はイベントに基づいて実行一つのストランドから別のストランドに切り替える。別のスレッドから命令を実行するにはパイプラインを保存、フラッシュして他のスレッドのレジスタに切り替える必要がある。これらのイベントには L にキャッシュミス、ハードウェアタイマー例外、割り込み、またはマルチスレッド関連の制御命令が含まれる。これはスイッチオンイベントスレッドとも呼ばれる。 2008年、富士通は、クワットコアプロセッサであるスパーク六十四6 4 7をリリースした。各コアは、双方向を同時、マルチスレッディングを備えていた。それまで利用中の M クラスサーバーは、ーク六十四6 4 7プロセッサにアップグレードすることができた。2010年、富士通は、ーク六十四6 4 7プラスをリリースした。これは、以前のバージョンよりも高い頻度で、 より大きな L にキャッシュで動作した。スパーク6 4 7 Spark647、プロセッサモジュールには4つの物理コアが含まれており、各コアは2つのスレッドを実行できる。各物理コアは、両方のスレッドを同時に実行できる。同時マルチスレッディングを使用すると、コンテキスト切り替え時間がなく、2つのスレッドが命令パイプラインをスムーズに共有する。 両方を実行する準備ができると、スーパースカラー命令の発行のためにサイクルを交互に切り替え、必要に応じて機能ユニットを共有する。M シリーズの重要な機能は、同じシステムとドメインでプロセッサ世代とクロック速度を混在させられることである。すべての M シリーズサーバには、Spark646 と Spark647 の両方の CPU をインストールでき、 最も遅い CPU に合わせて、クロックダウンすることなく、ネイティブの速度で実行される。ベンチマーク記録2007年4月17日、サンスパークエンタープライズ M9000 は、リンパックベンチマークで 1.032t フロップスを達成し、当時最速のシングルシステムスーパーコンピュータとなった。2008年5月2日、サンスパークエンタープライズ M9000 サーバーは、 オラクルデータベースを使用して 1TB のスケールファクタで TPC h データウェアハウスベンチマークで世界のパフォーマンス記録を達成した。2009年2月19日の時点で Spark Enterprise M8000 は s p e c ンプ m 2 0 0 1ベンチマークにて中型と大型の両方で64スレッドにおける世界記録を保持している。T シリーズは最初のモデルが2007年4月から 販売開始し、2011年3月にシリーズ全製品の販売終了した。ウルトラスパーク T1 を採用していたサンファイア T1000、T2000 がスパークエンタープライズに名称変更された。2007年10月、ンはウルトラスパーク T2 ベースのサーバーをスパークエンタープライズラインに追加した。2008年4月、ンはウルトラスパーク T2 プラスベースのサーバーを スパークエンタープライズラインに追加した。2008年10月、3話4ウェイ SMP ウルトラスパーク T に、プラスベースのサーバーをリリースした。スパークエンタープライズモデルは、ソラリス10及び、ソラリス11の実行をライセンスされている。M シリーズは、動的ドメインと、動的再構成をサポートしており、単一のマシンを、複数の電気的に分離されたパーティションに分割できる。 ウルトラスパーク T1、ウルトラスパーク T2、T2 モデルは論理ドメインを使用してシステムを分割する。M シリーズモデルと T シリーズモデルはどちらもソラリスコンテナをサポートしており、各ダイナミックドメイン、または論理ドメインで最大8191の非グローバルゾーンをサポートする。ありがとうございます。